あなたの好き。ただの人やん。高音要素ゼロやん。どういうこと？え、誰？オツは？オツ男じゃんそれ。まあ、PD だけちょっと特別扱いずる。まあ、いや、新しいワールド作成でいってみるか。うん。ワールドの広さとか選べんの。ちょっとその設定項目みたいなんで、ゲームモード、サバイバルとクリエイティブがあって、ほんだから、まあサバイバルの中で、まあいらん要素とかあればやっていくみたいけど、まあ基本は全部ありの方がまあおもろいわな。その方が面白いと思う。じゃあこれにしよう。と思ったら一番。ああ、いけたいけた。じゃあこれでいきますか。はい。あれだな、ワールドはやっぱそのままなんやな。そうだね。アボチャゲット、あ、気ができきよって気が取れる。そう、まあこの辺はあれやな、基本のサンドボックスゲーの基本って感じやな。サンドボックスゲーってジャンルがあるんだ。そらそうですよ。石探す、石、あとは石と気があれば何でもできる。これがピークまである。でこれを選択して、で建築と。建築は大体 R2 だから、まあいつもと同じやね。これここで回転させて、床がいるんやな。そう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 。家に1回多分話、あ、これ見せた、建物建て方を表示。なんかもっとでかいとこ行こうって。高台とかにするじゃあ。高台行こう、高台。これ壊すか、じゃあ一旦。いいっす。まあ、一旦作るか。うん、まあ別に こんなんね、あの初めに作った家なんてね、ちょっと時間経ったら何やこのクソみたいな家って思うようになるから大丈夫。オッケー。そうそう、ここ結構広い、めっちゃ広い高台。あ、なんか狼おる。狼強いよ。殺されたことありそうだ。あ、俺のおるとこなんか家がある。ああ、そう、なんか元に立ってる家があるんだよ。でもそれも壊せる。おお、狼来てる。狼連れてきてるやつ。って狼逃げろ逃げろ逃げろ。ああ、ここいいやん、この上のとこ。やっぱ結構いいてー。何？パラスに殴られた。パラスに殴れ殴れ。でっかい家を建築せよ。いいてー。あ、間違えた。立てるね。うん、来てるんだけど。ちょっと雲が邪魔だな。お前、みんなで殴れ、みんなで殴れ。ヒロさんズ、痛い痛い、死ぬ死ぬ死ぬ。こら、人の家を殴るんじゃない。敵陣後ろ後ろ。食べるの遅すぎるって。あの建築の上に立つと、あの建築建てられないっす。あー、うるせえな。ベッドベッドベッド、まず行くだけの長さ。あ、いいよ。中の内装はもう自由にもうやっていいよ。だいたい外装はこの幅で長く作ることにした。入り口どこにする？どこでもやな、どっち側でもいいよ、適当に。じゃあこっちにしていい？こっち側、焚き火側。ああ、いいよ。木材の簡単な集め方。木材が落ちてるので、まあ、それを拾えばいいんですけど、それは1個しか集まりません。ここね。あとこのブッシュも壊せるんですけど、ブッシュも壊しても1個しか入らないので、めちゃくちゃ効率が悪いです。あと細い木も殴っていけるんだけど、細い木がない。はい、この保護いた細い木も殴れます。ただ殴ってもらえるのが3個ぐらいかな。なんかすげえとこに高い焚き火できるんだけど。3個ぐらいですね、殴っても。ただ鉄の斧を作ると、さっきまで殴っても壊せなかったこういうちょっと太い目のね、木も壊せるようになります。こうやって壊していくと、なんと一気に5個入ります。わー、すごい。イエーイ。はい、5個ね。はい、5個5個。こういうでかい木も鉄の斧があれば壊せるようになって、もうちょい緩くしてくれてもいいのに。これで、お、7個いった。すごい。で、この落ちてる木もぶっ壊して。はい、7個。すごい。14個入った、一気に。なんで、鉄の斧を作りましょう。
花崗岩の効率の集め方やっていきたいと思います。で、花崗岩はこういうちっちゃな岩を押すと集められるんですけど、まず1個ずつなんで少しだるいなというところで、その時にツルハシを作ります。で、このツルハシを作ったらこういう大きな岩があるんで、この大きな岩を叩くと殴り続けることができます。殴ることができます。はい、こうやって岩殴ると一気に7個とか集まります。なので効率よく花崗岩を集めようと思ったら、ツルハシを使って殴ると一気に集められるので、ぜひ、岩をツルハシ違う、岩をツルハシで殴ってください。回復アイテムの説明していきたいと思います。はい、あの、自分が調べた限りですと、人生産の回復アイテム、まあ、要は素材としてと集められる回復アイテムは、まあ、今んとこ7種類かなと思ってます。ちょっとまあこれよりあったら申し訳ないんですけども、これだけの回復アイテムがあります。はい、回復順に並べてみました。まずがラズベリーが、ハートが 0.5 個ですね。で、かぼちゃとトウモロコシが1で、肉とスノーベリーと卵と牛乳が、ハートが2つずつですね。まあ、肉とかは、鶏とか、あと、狼倒さないと手に入らないし、牛乳も、牛乳とトウモロコシ、牛乳と卵も撫でないと手に入らないので、で、スノーベリーも取れる自体限られてるので、まあ、そういったところで回復の差があるのかなと思ってます。じゃあ、実際に回復してみるか。で、回復アイテムの使い方は、このインピントにある状態じゃ使えなくて、クイックバーとかに持っていかないと使えません。はい、じゃあ、あそこに狼いるんでね。はい、食らいました。0.5 食らいました。はい、ちなみに、ブッシュに入ると、狼が来ても、攻撃されません。もうちゃんと配慮できるってことですね。なので、まあ、追われてやばいときは、ブッシュに行きましょう。じゃあ実際にトウモロコシ食べますか。で、トウモロコシはハートが1個なので食べると1個回復します。うん、あとの空腹のゲージもあって、それもこの回復アイテムとか食べないと回復できないので、そこは注意しておいてください。入るんだここに。いざ洞窟に行ってみます。なんか置いてかれてたけど、生きて帰ってくることを祈っとるわ。はい、そしたらな、まあ、ある程度オズが勝ってしまったんだが、この白い石が大理石だ。何で狩れるんですか。これはツルハシで狩れる。この緑のツルハシだ。届かな。で、これで建築をして伸ばしていけ。あ、はいはい。障害になる。殺そう。よし、こいつは復活しますか。こいつはまあ次来た時は復活してるけど、今は大丈夫だ。あ、そうなんですか。ちなみにな、このちょっと黒い岩があるだろ。はい、この黒い岩は花崗岩だ。間違えるな、大理石は白だ。はい、だがこの花崗岩は一個レアリティの低いツルハシでも枯れる。へえ。でも大理石は一個レアリティが低いと枯れない、ダメージを与えられないんだ。この白い木が乗っ取るとだ。この黒い木は普通の木だから気をつけろよ。違う。あ、これ木なんだ。ここ白とここ黒だ。わかるか？ちょっとわかんないです。こっちが白で、あれが上のやつが OK？ はい。わかりました。はい、こうやって建築をして、本当は大理石だ。イエーイ。あ、めっちゃ落ちてきた。まあいろいろ切ってみろ、経験だ。お、ノットルートだった。はい、ということで、今からはステーションに関する説明していきたいと思います。この建築ボタンを押すとステーションってのが作れて、まあ、いろんなものを加工できるっていうものですね。まずはクラフトベンチ、これですね。クラフトベンチは斧とかツルハシとかシャベルとか、あと攻撃系のものとかシールドとか、まあ、いろんな、まあ、攻撃アイテムってイメージが強いのかな。製材機がこちらですね。はい、これ板とか木の棒とかノットルートの棒とか、そういうのが作れます。
木材の加工っていうイメージですね。はい。で、次がグリルです。これですね。グリルは、まあ、肉とかトウモロコシとか卵とか、まあ、そういうのを加工して、より回復効果を高めるってことができます。次は精細機ですね。精細機は、大理石とか、あと花崗岩とか、そういうのを加工するステーションですね。はい。で、最後が製粉機ですね。かぼちゃからかぼちゃの種を作るか。あー、なるほどね。なんでこういった種を作ることによって、農園とかで植えて、自分たちで作ろうみたいな感じですね。自給自足だね。そう、自給自足です。ラーマちゃん。みたいな。おー、ラーマちゃーん。いや、ラーマちゃんがいるけど、敵もいっぱいいる。ラーマちゃん。これやってたらさ、バトルはできなくない？それはそう。全部やるんよ。これ大理石でかいといいね。見えるわ。30個。ノーベリーシェイクって感じ。スラップジュースあるわ。えぐ。あ、そんな作れるようになった？いや、ラマがくれた。あ、ラマがくれた。すごいな。パン、スノーベリーシェイク、スラップジュース、スラップジュース、すげえ。はい、ということで、何時間ぐらいやった俺ら。めっちゃ。10時ぐらいからやってるから、まあ、5時間ぐらいやってんのかな。はい。ということで、結構な家、拠点が完成できたのかなと思ってます。はい、今回の建築のポイントを教えてください。やっぱりシンプルイズベストですね。おお。見てください、このシンプルな壁だけで建てた家たちを。要塞化したってことですね。そうです。俺たちは気がついた、この壁が大理石の板欲しいってということ。はい、まあ、5時間ぐらいやるとこんなのもできるんですけど、まあ、もっとやっぱやり込むかね。もうちょっと時間とこの高い建物がね建つんですよ。確かに。ちょっと素材足らなくて今まだこれだけですけどね。うんうん。やっぱ木がねたくさんいるんでね、さっきやっぱ説明した頑張って斧でね集めないといけないってことが大変ですけどね。はい、ぜひチャレンジしてみてください。友達と一緒に素材集めて建築です。大人数でやった方がいいね、これは。そうそうそう。これも写しとくか。羊がいます今。はい、見てこの千枚ベッド。やばいやば、あと5分で再起動かかっちゃう。ちょっとさっきの雲見つけに行くよ。なんでそこにテンション上がってんの。ちょっとあの雲に俺は復讐をしたい。こんな暗い中に夜もだいぶ幻想的な感じになりましたね。火がめちゃくちゃ燃えてないね、これすごいね。こんな物資の中にある焚き火めっちゃ燃えてないね、すごいね。